はい。えっと、近く調査士を副業でする場合の登記の申請についてですね。え、登記申請についてもですね、一部のケースを除いては法務局に行く必要はありません。え、登記申請についてはですね、相談、え、登記申請、登記完了後のですね、え、添付書面の授業、え、補正が挙げられます。え、まあ、相談についてはですね、ま通常ですね、法務局に相談を行わずにも直接、え、登記を申請します。ただしですね、え、ちょっと微妙なケースっていうのが、 あるわけですね、まあ、構図訂正とかですね、えー、この建物、建物としての要件が備わっているかの可否などですね、えー、まあ事前に法務局と相談した方が良いケースもあります。えー、相談はですね、面談で行うこともできますが、えー、相談表と資料をですね、法務局にファックスまたは郵送して行うこともできます。えー、相談内容についてはですね、構図訂正ができるのか、建物登記の可否など、えー、まあ相談することも すすとですね回答が得られま当期、えー、の申請とですね添付書面の受領についてなんですけれども、えー、申請はですね、まあ、オンライン申請をして、えー、添付書類は郵送で送るわけですね、えー、その時にですね登記完了後に還付、えー、を受ける書面についてですね、まあ、返信用のレターパックプラスというのをですね、えー、同封しておきます登記、えー、完了後にですね、えー、添付書面でですね還付を受ける書類、えー、合室の場合は当期識別上 情報もででですすすね、えー、郵送で受領することができま登記、えー、申請とですね受領はですね法務局に行く必要はないということになりますね。えー、あとはですね登記の補正についてですね、登、え、記、ー、の、えー、申請書に不備があると、えー、補正が必要になります。えー 申請書などですね、オンラインで済む、えー、書類についてはですね、まあ、オンラインで補正できるんですけれども、添付書類の追加やですね、差し替えがあればですね、その差し替え、えー、追加の書類を、えー、郵送で送って補正をします。えー、登記申請についてもですね、ごく稀なケースとしてですね、えー、登記申請書、 申請でどうしてもですね、当期間の面前で相談したい場合とですね、あの、あと申請の補正をですね、えー、郵送で対応できない、えー、書類の修正があるんですね。例えば委任状をですね、えー、訂正したりとか、そういった場合にはですね、えー、法務局に、えー、会長時間に、えー、行く、えー、必要があるということになります。